わいわいサタデーは朝日放送で放送された生放送ワイド番組。アクティ大阪15回に開設されていたサテライトスタジオ a b c エキスタからの公開性放送によるステージ企画及び VTR 企画からなった。メインのステージ企画で多く行われたのが毎週思考を凝らしたテーマで行われる女性なんでもコンテストであった。 1983年4月30日から1995年3月25日までのほぼ全期間を通じ、基本的に毎週土曜日の14時から15時50分に放送された。ただし、1985年4月から10月までの半年間のみ、正午から15時50分の4時間にわたり、枠内に2つの内報番組を編成した三部構成の番組になったが、 わずか半年で解消し、元の14時から15時50分までの放送時間に戻った。コーナーのみのレギュラー等は後日。いずれもコンテストコーナーの審査員番組におけるコーナー進行の一例。番組のメイン企画。毎回あるテーマに沿ったミスコンテストを開催。放送時間全体にわたり、水着審査、特技審査、最終審査を他のコーナーを挟みながら行った。 優勝者には、本物のミスコンと同じようにタスキとティアラ、そしてハワイ旅行が贈呈された。審査には、中村英一らレギュラーの審査メンバーに加え、過去の同コンテスト優勝者が参加し、そして視聴者のサーチ本によるアンケート結果が加えられた。サーチ本は、プッシュ回線を利用した双方向アンケートシステムであり、かつて同局、同枠で放送されたクイズ番組、 電話でドン。でも用いられた。後に芸能界入りした人物が出場している。小学生美人コンテストにデビュー以前の吹石和江が出場し、準優勝を獲得したほか、別日の小学生美人コンテストに中根かすみが出場した。かつて一世を風靡した有名人を視聴者からのリクエストで創作し、追跡するコーナー。関西の街を探索するコーナー。 芸人の弟子が3ヶ月間ホームステイするドキュメントコーナー。桂文福が街頭でインタビューをし、不満や愚痴をぶつけるコーナーで文福が、とほほというセリフが有名だった。熱烈な阪神タイガースファンの中村栄一が、阪神タイガースのその週の試合結果と選手を紹介するコーナー。番組初期のコーナー。ワイドショープラスアルファに出演していた松本香よ子が、 各地の観光スポットをリポートしていた。ノリオ、ヨシオの冗談は寄せノリオ、ヨシオの冗談は寄せは、1985年4月から同年10月まで、朝日放送、ワイワイサタデーの枠内で放送された、トークバラエティ番組。司会は、西川ノリオ、上方ヨシオ。放送時間は12時から12時58分。トークコーナー及び、 視聴者参加コーナーで構成された。もしかして、過月、ワイドサタデーのネット及び共同制作局からは、中国、九州地方の広島ホームテレビ、九州朝日放送、大分放送、宮崎放送が離脱し、これらは各局別の独自編成に移行した。ありがとうございます。